HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓からこんばんは、 HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から HKT48 の森安窓かです。番組最初は窓かの窓からの窓かの車窓から。このコーナーでは私森安窓かがインスタグラムやツイッターでお話ししたことや日常感じたことなどを一人でお話ししていきます。それでは記念すべき130回目となります。今日の話題はこちらです。北九州市、イエーイ。はい、今日は北九州市についてお話ししていこうかなと思います。なぜかというとですね、皆さんちょっとお気づきの方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、 HKT48 の新曲3引く2のミュージックビデオ撮影地だからです。イエーイそうなんですよ。もうね、皆さん見てくれたかなって思うんですけど、3引く2はあのジャケットを含めミュージックビデオは北九州市内5カ所で撮影しました。門司港っていう結構有名な北九州の観光スポットっていうのかな、うん、なんか港があるんですけど、そこ私初めて行ったんですよ。でずっと焼きカレーが美味しいって聞いてて、絶対撮影中食べたいなって思ってたんですけど、今回食べる時間全然なかったので、あの次回ね、普通にプライベートで行った時に絶対達成したいなっていう風に思います。あとあのメンバーの今田美奈ちゃんが北九州の門司港でおすすめなのが、なんか蜂蜜のソフトクリームがあるお店があるらしくて、でそこも絶対行きたいなって思ってるので、次こそはね足をね運んでみたいなって思いました。あとは平尾台っていうすごいなんか自然がたくさんのすごい変わった岩山みたいな感じのところで、ミュージックビデオを主に撮影してたんですけど、そこもすごくね、あの撮影時はすっすごい寒くて、あのメンバーみんなで凍えながら頑張ったんですけど、すごく思い出深い場所になったので、落ち着いてからね、ぜひあの聖地巡礼したいという方はそこら辺もチェックしてみてください。はい、ということで今日は北九州市をおすすめしてまいりました。以上、まどかの窓からのまどかの車窓からのコーナーでした。まっと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 まど、今日思うあなたを惑わせます。 FM 窓か、イエーイ改めましてこんばんは。今日はいつもと違う収録環境にドキドキ、森安窓かです。 HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から、ここで今週の週替わりメンバーお呼びします。今週はこの方です。今日は前回よりもたくさん喋れるように頑張ります、上島楓です。イエーイ、かえでちゃん。そっか、2019年9月以来2回目の登場となっています。はい、まだ2回目なんだね。そうです、前回めっちゃ緊張してたよね。そうなんですよ、ね、全然喋ったことなくて。そうだね、今日はねちょっと前とは違うもんね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということなんですけれども、はい、先ほど森安さんからもちょっとありましたけど、今回ですね、福岡県も国から非常事態宣言が出まして、その対象に入ったということで、はい、皆さんちょっと外出自粛という形になっております。でそれに伴いまして、はい、今回からしばらくの間ですね、ちょっと皆さんの収録形をですね、リモート収録という形で、させていただいておりまして、今日がその初回ということになりました。はいはい、はい、ということなので、今私たちは全然違う場所からあの声を届けているという感じになっているんですけども、かなり新鮮ですねこれ。めっちゃ変な感じですよ。もう今僕はあのパソコンであの皆さんの出てる絵を見ているんですけども、かなりなんかリラックスした感じに見えますが、いかがお過ごしですか。家なんで、はい、部屋着ですよGU のパーカーでまさかラジオやると思わなかったということなので、はい、まあ、ちょっとこれからしばらくの間はこういう形になりますけれども、番組の方はあのこういう形でも続けていきますん で、 です、ね、皆さんどうぞ違う形にはなりますが、お楽しみいただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。うん、ということで、じゃあ森谷さん、あのメールも結構届いているので読んでいただいてよろしいですか。はい、元気にお届けしてまいります。まずは渡辺さんネーム、オレンジ色の太陽王ガッチョさんからです。まどかさん、週替わりメンバーの楓ちゃん、こんばんは。こんばんは。カ
楓ちゃん13枚目シングルでの初選抜入りおめでとうございます。 ありがとうございます。おめでとう。5期生ではリミカちゃんに次ぐ2人目の選抜入りで、同期のリミカちゃんも5期の仲間ができたと喜んでいましたね。九州7県ツアーで全会場帯同し、実力をめきめきとつけ、勝ち取った選抜の椅子。身長147センチと小柄ですが、特技のバトントワリングで鍛えたとされる器用さと、運動神経から生まれる全力のパフォーマンスは目を見張るものがあり、今回の抜擢は何ら不思議ではない、むしろ納得なものと思います。そんな楓ちゃん初選抜の裏話を聞かせてください。改めておめでとうございます。もう一通届いてるので読みます。渡辺さんネーム松千代さん、まどかちゃん楓ちゃんこんばんは。こんばんは。さてツタヤの取材記事を見ると、楓ちゃんはフレッシュメンバーとして紹介されていましたね。確かに 3-2 のメンバーの中では唯一の初選抜です。新鮮さを求められる立場でしょう。というわけでフレッシュ担当として今後心がけていこうとすることをお話しくださいといただきました。やっぱり 3-2 のお話ですよ、はい、初選抜改めておめでとうございます。ありがとうございます。そうですよね。そっか、初選抜一人なんだね。そうなんですよ。あんまりなんかまだ実感ないですね、選抜っていう。どうやって知りましたか？選抜入ったと電話で知ったんですけど、もうなんか言葉にならなくて、なんかどういう気持ちって聞かれたんですよ、その時に、なんかどうみたいな、いやなんかもう電話があったこと自体あんま覚えてないんですけど。もうそれぐらいふわふわしてた。そうなんですよ、初めての感覚っていうか、全然味わったことない感覚でしたね。選抜に入りたいとは思ってたけど、いざ入るとなんか不思議な気持ちになりましたね。じゃあ完成したさ、その CD 音源とかさ、はい、そのミュージックビデオとかも見たわけじゃん。はい。どう思いました、自分がいることについて。前回はカップリングだったんですけど、それでもなんか HKT の MV の中に自分がいることがすごい不思議だったんですけど、やっぱり選抜ってなるとその10倍、100倍なんかもう嬉しかった。はい。ふわふわしてますね。楓ちゃんさ、すごいさ、ダンスの振り入れとかも今回は結構時間を取ってさ、はい、くれてたじゃん。そうです、ね、スタッフさんたちが。それの時もさ、レッスンの時も撮影の時も、はい、なんかすっごい疑心暗鬼だったよね。めっちゃまだ信じられないみたいな。そうなんですよ、なんかすごい疑ってなかった。はい、いやこれってもしできなかったらどうなるんですか、ね、とか聞いちゃったり、えドッキリじゃないですかみたいなことずっと言ってたよね。いやそうなんですよ、めっちゃもう不安で。そう、撮影に来てもでも、もうドッキリじゃないでしょ。さすがに。いやそうなんですよ、なんか自分の衣装があったり、自分の歌割りがあったりとか、一人のリップシーンとかもあって、一人の人間として取材していただくことがなんかもう、あ選抜なんだなって思いましたね。はい、そっか。月刊エンタメでしたっけ、はい、取材されてましたよね。はい、そうですね、見ましたよ。うわうわだって。めちゃめちゃもうなんか語ってしまってるでしたね。なんか1ページにわたっていろいろと語ってましたね。いやありがたいです。はい、去年の医師の時に、やっぱり同期のリミカが入って、この1年でめちゃめちゃ自信とかついてて、見た目も中身もめちゃめちゃ変わったんですよ。だから私もなんか選抜に入ったことで自信とかつけたいなって思ったり、あと見た目とかもやっぱ中身もなんか選抜としてやっぱ変わっていきたいなって思いましたね、リミカを見て。でもリミカもめっちゃ嬉しそうだった。ずっと一緒にいたよね。そうなんですよ、なんか、ね。あ、寂しかったのかなってちょっと思いました。よかったね、はい、仲間ができてね、お互いに。そうです。そんな楓ちゃんから見た 3-2 のミュージックビデオの見どころとか、なんか聞いてほしいところとか、はい、ポイントありますか？一瞬なんですけど、3本のリボンが一瞬で1本になってしまう、パーっていう離れていく瞬間があるんですけど、その手が実は上島なんですよ。なんか一人一人のカットシーンみたいなのがあったじゃないですか。その時に撮影したんですけど、そう、別に自分の手だから見てほしいとかじゃなくて、 3-2 っていうのがもうそこで
一気に現れてたり、なんか切ないのにかっこいい感じがめちゃめちゃかっこよくて、その一瞬で表してるのがすごいなと思って。いや、手までちゃんと最初から感情込められるとこがすごいよ。いや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 、変えられちゃう。いやー、でもなんか私手がちっちゃいからずっとどう映ってるか不安だったんですけど、うん、手ちっちゃいよね、めっちゃ赤ちゃんみたいな手してる。でも意外といけてましたね。感情込めました、はい、指先までね。そうです。なんか裏話とかとも言われてるけど、どうですか、なんか仲良くなった先輩とか、あ、誰と話したとかある？なんかもう緊張しすぎて正直誰とも話してないんですけど。じゃあこれから話していこう。そうです ね、頑張ります。披露の場もあると思いますしね。はい、はい。ということで、さあ引く人ね、もういっぱい聞いてほしいですよね、本当に。これからどんどんチェックしてください。続いて渡辺さん、ネーム黒猫ゴジラさんからいただいています。楓さんはこの春高校を卒業され、4月から社会人生活がスタートしましたね。改めてご卒業おめでとうございます。はい、ありがとうございます。見た目はまだまだ現役感たっぷりなので、これから制服を着てもコスプレになるのが信じられないのですが、です、ね、社会人になるとお仕事の幅も広がり、時間の余裕も出てくると思います。お仕事プライベート問わず、これからチャレンジしてみたいことがありましたらぜひ聞かせてくださいと。卒業もね、初選抜ももうなんかおめでとう尽くしだね。そうなんですよ、ありがたいです。好きだ。はい、でもこれからコスプレになりますと。いや、ちょっとしんどいですね。ねえ、自分でもまだ似合うと思うでしょ。いやでも、うん、あの制服着てた時は後輩よりも制服がでかかったんですよね、うん、ブカブカだったの。そうなんですよ、小柄だもんね。一番ちっちゃいサイズでもでかくて、あんまおしゃれに着こなしたことがなかったんですよ。だからまあちょっと脱げてよかったかなって思います。逆にね。はい。でもこれからさ、その社会人組はさ、スーツとかさ、そうです、そういうわけが出てくるわけよ。はい、そういうさ、なんか年齢によってさ衣装を変えたりするとかあるじゃん。学生メンバーの制服とか、ありますよね、なんか生写真とか。そうだよ、どうする、スーツもブカブカだよ。いや、スーツとか着れないです。想像できない。いや、本当にあるのかなって感じ、サイズが。かわいい、147センチだもんね。そうです、かわいいね。はい、じゃあお仕事プライベート問わずチャレンジしてみたいこと、これはですね、あの、うん、えって感じなんですけど、お菓子禁止なんですけど。お菓子禁止？はい、ちょっと本当に理由があって、うん、ハルタンさんとかハナさんとかになんか、うん、この間なんかいつもお菓子食べてないって言われたんですよ。なんかそれが結構なんか私は普通だと思ってたんですけど、あんまり尋常じゃないレベルみたいで、うん、いつ見てもお菓子食べてるみたいな、うん、でその会社の理由としては、HKT5 期生のオーディションの二次審査の時にもうありえないくらいお腹が鳴ったんですよ。シーンってしてるじゃないですか、はいはい、オーディション会場って。そこで人生で一番の恥をかいたんですね、うん、お腹グーって鳴っちゃったんだ。そうなんですよ、それで、うん、あのもうこれは本当トラウマになってしまって、うん、でなんかこうリハーサルとか振り入れの時とかってお昼から来てくださいみたいな時とかあるじゃないですか、うんうん、そういう時はお昼ご飯を食べていくだけじゃやっぱ振り入れの時とかお腹鳴ったら恥ずかしいから、うん、やっぱなんか買っとこうと思って、結局500円分くらいのお菓子を買い込んじゃうんですよ。お菓子500円分だったら結構買えるよね。そうですね、もうめちゃめちゃ買っちゃって事務所から帰る時にはもうなくなってるくらい、ずっともうずっと口に入れたりとかしてて。そんなにトラウマだったの？そんなに食べるの？え？本当に？だとしたら僕は提案しますけど、はい、あのフリーズドライとかそういったので、あの納豆と椎茸とか、うん、納豆とオクラみたいな、ああいうやつが売ってあったりですとか、はい、あと糖質何グラムって書いてあるような、そういうこうはっきりこう糖質が明記してあるようなやつものを買うとだいぶギルトフリーな感じにはなると思いますよ。はい、確かにメンバーからも言われなさそうだよ、それだったら。大丈夫です、これは糖質何グラムですからって、うん、そうですよ、言えますから。しかもなんかお菓子じゃ足りないなと思った時は、うん、お昼ご飯も食べたのにパンとおにぎり買っちゃったりとか。めっちゃ食べるやん。めっちゃ食べるんですよ。
そうなんだ。でもなんかこんなにいっぱいモリモリ食べてるけど身長伸びないのね。そうです、身長にはちょっといかないですね。そうだ、はい、縦にね伸びてほしいよね。そうですね、これからはね。そっか、じゃあこれからはお菓子、まあ、禁止というかちょっと我慢するって、はい、セーブするということですね。はい、頑張ります。はい、という感じで F モードでは皆さんからのメッセージどしどし募集しています。メールの送り先は hkt48@fmfukuoka.jp hkt 数字の4と8@fmfukuoka.jp 郵便は郵便番号 810-8575 F モード宛て、毎週いただいたメッセージの中から採用不採用に関わらず2名様に、持っていたらとっても役に立ってとってもご利益がある番組会員証をお送りしているのですが、今回からしばらくの間収録の関係上会員証を制作するのが難しいので、お休みします。あらかじめご了承ください。ただしツイッターでの実況は絶賛受付中です。ツイッターに書き込む際はぜひハッシュタグ F 窓、綴りはハッシュ記号に続けてアルファベットの F ひらがなで窓です。ハッシュタグ F 窓をつけてツイートしてください。特に実況してくださっている皆さんよろしくお願いします。まどどどどどどどまどどどどどどまどかなまどかなまどかな HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから上島楓がお送りしています。あ、森ママこちらにお願いします。続いてはこちらのコーナー、森ママの聞いて差し上げてもよろしいですよ。芸能生活42年の森ママが番組リスナーである渡辺さんのあなたの相談を聞いて差し上げるコーナーです。森ママよこれさ家で一人でやるのめっちゃ恥ずかしいんですけど誰も聞いてない今日もお悩み届いてますか？はい、はい、お願いします。渡辺さんネームアヒルさんからです。森ママ、はい、お久しぶりです。久しぶりです折り入ってのご相談がありメールを差し上げます。はい、ここ最近ちょっと髪が伸びていてセットするのがめんどくさくなってきたので今日こそは短くしようと意を決して美容院に行くのですが、担当の美容師のお兄さんにここまで伸ばしたのにもったいないですよ、分け目を変えて雰囲気変えるだけにしてみませんと言われ、そうっすねと返事してしまうのをここ数ヶ月繰り返しています。はい、毎回全然短くなりません。本当はもっとさっぱりしたいのに、うん、美容師に強気になれる強気に出れる心構えを教えてくださいませんでしょうか。なんで美容師さんさ、これ切るのめんどくさいんかなと思っちゃったちょっとも、ったいない。どうなんだろうね。毎回同じ美容師さんだったら、うん、絶対切るのめんどくさいですよね。だよね。え、で、だってさ、結構美容師さんってさ、その、はい、変えたがらない大幅に。いや、そうですよね。結構多くの美容師さんは、なんか、変化を割と好むっていうか、はい。じゃあ、いつも通りでいいですよっていう人あんまいないから、それか、めっちゃ似合ってるか、この。あ、めっちゃ似合ってるか。それもある、それもある。長い方が絶対似合うって、うんうん、もう、絶対的な自信があるのか、もしれない。わ、はい、かんないけど、うんうんうん、強気に出れる心構えっていうと、まあ伸ばしたままでいきましょうよって言われたら、その最近ちょっと節約しててと、シャンプー代も抑えたいんですよみたいな感じで、もうシャンプー代すらもう無駄みたいな、なるほど、そこすら抑えたいっていうのをアピールしたら、あ、じゃあそれは切らなきゃですねって言われるかもしれなくない？はい、と思ったんだけど。でも結構ロングのさ男の人多いよね最近。そうですね、多いです、うん、めんどくさかったらさ、なんか縛ったらいいんじゃないのって思っちゃう。まあロングを楽しむか、うんうんうん、その、うん、シャンプー代節約したいというかどっちかですね。でもなんか短くしようと思って行って、うん、あの折れて帰ってくるっていうのは、うん、なかなか面白いですよね。面白いよね、あんまなくない？それは、はい、だってもうなんか何もせずに帰っていくってことですよね。そうだね、ダメ出しされてるよ楓ちゃんから。ごめんなさい。そうだからちゃんとね切ってほしいよね。はい、うん、はい、お願いします。はい、続いて渡辺さんネームなんちゃって寿司職人さんからです。私の行きつけの蕎麦屋さんについての相談です。そのお蕎麦屋さんは店名もよくありそうな名前、佇まいも蕎麦屋そのもの、
そんな蕎麦屋で私が決まって注文するのがカツ煮定食上司のお気に入りがハムエッグ定食、後輩のお気に入りがカレーうどん、周りを見渡すと常連さんは野菜タンメン、カレーライスなどを食べており、誰もお蕎麦を食べていません。一度だけ天ざる蕎麦を食べたことがあるのですが、可もなく不可もなく、ここからが本題。店内のメニュー表示にどうしても気になっているのですが、勇気がなくて注文できないメニューがあります。それはきしめん。蕎麦とは対極に位置しているあの名古屋名物のきしめんです。野菜タンメンを出している時点で蕎麦屋としてのプライドはないのでしょうが、果たしてお蕎麦屋さんできしめんを注文して失礼に当たらないのか、お蕎麦屋さんの優しそうな老夫婦の顔を思い出すとがっかりさせたくありません。人生経験豊富な森ママならいいアドバイスをくれると信じています。なるほど、課題問題ですね。ちなみに、ハムエッグ定食は卵2つ、ハム3枚、ご飯、味噌汁、漬物、小鉢。カツ煮定食はとんかつ1枚分の卵とじ、ご飯、味噌汁、漬物、小鉢、どちらも美味しいですよって書いてます。おちゃんとメニューまで説明してくれるんだね。はい、カツ煮定食、ハム、なんかもうこのラインナップだけ聞くと普通に蕎麦屋さんじゃなくて定食屋さんみたいな。いや、そうですよね。でも多分このご主人もそのご夫婦やられてる、はいはい、お店の方も多分そういう立ち位置で使ってほしいと、その町の皆さんに、うんうん、お蕎麦だけじゃなくそのいろんなメニューで多分親しんでほしいと思ってるんじゃないかなって思っちゃうぐらいのラインナップだよね。いや、そうですよね。そばの名前一個も出てきてないですよ。そうだよ。まあ天ざるそば1050円で、カツ煮定食、ハムエッグ定食が、まあ、800円台900円台、そのコスパがいいって思うんだろうね。そうですね、注文する方もね、はい、って思うけどさ。でも私も最近ね、カレー屋さんなんだけど、ナポリタンが美味しいカレー屋さんに行ったんよ。そう、はい、だからそういうパターンってあるじゃん。もう本家の方じゃないっていうか、そのメインの方じゃなくて、もちろんカレーも美味しいんだけど、ナポリタンがめちゃくちゃ美味しいみたいな、そういう店ってあるからさ、もしかしたらきしめんがめちゃくちゃ美味しいかもしれない。そうですよね。うん、わかんないよ。これぜひ頼んでほしい。上島はその、蕎麦屋さんに行ったらもう蕎麦の口になっちゃうんですよね。カレー屋さんに行ったらもうカレーの口になっちゃって、だからなんかびっくりしました。あ、こんな人いるんだと思っちゃいました。それ以外を頼むね。そうです、じゃない方を頼んじゃうっていう、ね、はい、そうです。ここはでもほとんどじゃない方頼んじゃってるもうみんなですね。そうだね、でもきしめんちょっと気になるくない？気になりますね。ね、味気になるよね。はい、絶対ね、がっかりはしないと思いますよ。いや、絶対そうです。だってタンメン出してんだもん、うん、確かに。大丈夫大丈夫。ぜひきしめんを頼んで感想を聞かせてほしいですね。しかもきしめん結構コスパもいいですね。そうだね、きしめんがね、これ多分一番安いんだよね。今まで出てきてるメニューの中で。だからなおさら気になるんだよ。面白い。ぜひ頼んでください。解決。はい、森ママありがとうございました。はい。メロンちゃんにメロメロ。渡辺さんネーム、老け顔メガネのルシファーさんからです。 HKT のニューシングルは 3F2、 3年2組じゃないよ。ちなみにメロンちゃんは3年 B 組。HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から、森安窓かと上島楓がお送りしています。続いてはこちらのコーナー、窓かと楓の気まぐれ気まぐれトーク。イエーイ。これ合わせるの難しいんですけど、リモート。そうですよね。まあそうですね、気まぐれ。気まぐれで一回止まっちゃったよね。はい。面白い。気まぐれ。まあまあそれは仕方のないことなので、まあ臨場感たっぷりでお送りするということで、はい、,笑ってくれてることでしょう、リスナーさんも、はい。週替わりメンバーともっといろんなお話をしてメンバーの意外な素顔を覗いていこうというこのコーナー、今週はまどかと楓の気まぐれトークとしてお送りしていきます。ちなみにトークテーマは公式プロフィールからピックアップしたものや、前のコーナーから引き続きとなるダジャレに挑戦、
渡辺さんからいただいたものなどなど、いろんな内容がアトランダムに入っていまして、サイコロの目によって内容が決まります。なお今日のトークテーマはスタッフさんと一部渡辺さんからのお題で構成しています。ということで今日のトークテーマはこちらです。1. 他のグループのメンバーで気になる子。 2. 元気が出る曲。 3. 今年令和2年度の目標を漢字一文字で。 4. 慎重で得したこと損したこと。 5. メンバーのおすすめの家での過ごし方。 6. 開いた口が塞がらなかったこと。 7. 好きなご飯のお供トップ3。 8. ダジャレに挑戦。 9. サーズで一発芸。10D の占い。11身長が168センチになったら。12ハッシュタグ教えて森安パイセンという内容になっています。これはなんか身長ネタ多いですね今回。そうですねそうですね、かえでちゃん仕様ですね。これは、ありがとうございます。上島さん仕様にさせていただきましたよ。ありがとうございます。助かります。ご飯のお供とかも結構気になりますよねなんかみんなに聞きたい感じ、今回はもうメンバーがサイコロ回すわけにいかないので、リモートしてますんで、私が今、サイコロを持ってます。なので私がサイコロを振ってそれについてお話ししていただくというスタイルでちょっとお送りしていきますんで、今からサイコロ振ります。はい、12番。おー、ハッシュタグ教えて森安パイセン。何か聞きたいことありますか？これは最近の悩みなんですけど、寝つけない、寝れないんですよ。で、いい眠りのつき方を教えてほしいです。いい眠りのつき方。そうです。なんかどうやって寝てますか普段？へえ、普段は、はい、お風呂入って、なんか本当は寝る前、寝る直前に、はい、直前っていうか本当に最後の最後に歯磨きしてたんだけど、最近あのお風呂の中で歯磨きする方がいいっていうことを知って。え、そうなんですよ。湯船に浸かりながらあの歯磨きするようにしてて、だからそうなんだよ。なんか唾液がサラサラになるらしくて、お風呂の中だったらその方が効果があるって聞いて、そうして、で普通にお風呂上がって、で寝る前絶対ストレッチしてます。ストレッチとマッサージして寝てるかな。なんか早く寝ようと思うんですけど、 YouTube とか、こうテレビのアプリとかを見ちゃうんですよ。もうそれ原因分かっとるよなんかこう、うん、なんかやっぱり身長が低いからなのか、座って電気が届かないから、いちいち立たないといけないんですよね、電気を消すのに。あー、手が届かないってこと？はい、そう、だから電気を消して見ちゃうんですよ、真っ暗の中。そしたら、それは余計ダメじゃない？え、そうですよね。あのそうだよ、スマートフォンとかのブルーライトが強いから、うん、あの見ちゃうと結構ね目が冴えてくるんですよ。そうなんですね。しかもその光だけってことでしょ？そうそう、寝る前。あら、そうです、良くないですね。はい、それは良くないですねなんかブルーライトカットするさ、そのフィルターじゃないけどさ、携帯のさ、はい、あれあるじゃん、はい、そうそう、ガラス液晶を守るやつとか。そうなんだ。そうそう、あるある。ブルーライトカットのやつとか、もうどうしても見たかった。それですね。そうですよね。うん、ちゃんと目を守ってね、大事に。はい、頑張ります。はい、お願いします。ありがとうございます。いいえ、じゃあ続いての、じゃあもう一ついってみましょうか。もう一つ、はい、じゃあ行きます。11番。身長が168センチになったら、横浜のマドラー水谷右京さんからいただいたお題を採用しました。これもう楓ちゃん向けですよね。うん、これ私が168センチだから。あ、そういうことか。そうそうそう。じゃあもう夢がありまくりなんですけど、うん、とりあえず本当にいろんな服を試したいっていうのがあって、はい、本当に多分この身長の人しかわからないと思うんですけど、うん、どの服を着ても別にぴったりの服がないんですよ。S サイズでも大きいし、S サイズで大きいの？大きいですよ。かわいい。なんか大きいっていうか、なんかダサいんですよね、上島が着たら。そうかな。
でもなんかあるこうショッピングサイトとかだとその S よりもちっちゃい XS とか、はい、そういったものを売ってたりするようなのあるじゃないですか、はい、ああいうのとかは、うん、XS は切れますね。おー、あー、なるほど、ぴったりぐらい、はい、ちょっと大きいくらいですね。え、そう、本当になんかこうぴったりの服が欲しいんですよ。めっちゃあー似合ってるっていう服が欲しくて、こう、うん、私今スカートとかが多いんですけど、うんうん、スカートも丈が長かったりお腹が大きかったりするからピンで留めてるんですよ。ちょっと上に上げて絞ってるってこと？そうですそうです、ピンで留めたりベルトでキュッてやったりしてるんですけど、うん、本当にそしたらインができないんですよね。そうだよね、そう、あのトップスもそうです、あのウトムスの中に入れられないってことだよね。そうなんですよ、それがしたくてかわいい、その方がやっぱ足の効果じゃないですか。確かにね、それがしたいのにもう、うん、出すか、まあ、上から上着着て隠すかしないといけないから、うんね、ピンがねあるんだもんね。そうなんですよ、腰の部分に。そうそうそうなるほど、そういうことをせずに気にせずに着たいってこと。いや本当に、あ、全然そんなこと考えたことなかった。いやそう、すっごい羨ましいですよ本当に、いちいち大変です。ピン忘れた時の絶望感とか、ベルトを忘れた時の絶望感もすごいですし、うん、あ、じゃあそうだよ、ベルト助かるでしょう。じゃあなんかベルトも、うん、こう全部に穴が開いてる編み編みのベルトじゃないと、3個くらいしか穴が開いてないやつだと、うんうん、ちょっと緩いんですよね、はいはい、あ、足りないんだ。そうです、もう開けなきゃいけなくなっちゃう、ね、そうそうそう。へえ。もう本当に服に関しての悩みは、うん、多分 HKT で一番悩んでると思います。だから洋服を何も気にせずに着てみたいと。はい。へえ。なんか今の話聞いてるとこう身長で損したことばっかりになってるような気がするんですけど確かに得したこと聞きたいですよね。得したことは、そう、4番に得したこと損したことってありますから、ついでに聞いてみましょうか。そうですね、なんかあります、あの一応アズアズさんからのお題にですね、服をたくさんもらえるとか、得したことってあるんですけど、誰から？それが先輩からの服だとでかいんですよ。でなんか気づいたら同期の年下からいっぱいもらっててそれお下がりじゃないよね。お上がり、お上がりお上がりよね。なんかしかもそのくれる子の理由が、うん、楓は服持ってないからっていう理由でくれるんですよね。服持ってないの？持ってないですね。本当にもうぴったりの服がなくて、うん、あ、困ってるんだね、本当に困ってますなんか、うん、いっぱいもらうんですよ同期から、うんうんうん、で同期って大体年下が多いから、うん、年下からもらうんですけど、ちょっとな情けないじゃないけどなんか虚しくなるんですよね、すっごくだんだん損したことになってきてますけど、あ、本当だ本当だでもね、その分もらえるんだよね。そうですそうです、そうだ、それはまあいいことだよね。はい、そういうことにしとこう、まあ、ポジティブに考えましょう、ポジティブに。そうですよ、はい、うん、そのみんなあとは、うん、あのこれいいこと、だいたい写真を撮るときは前に行ける、うん、あ、そうだよちっちゃい子前ってそうなんですよ、はいはい、そうそうそう、もう私グループはね、はい、そのくだりが人生で多分一番多いから、自分から前に行くようになって最近もう遠慮せず、はい、ずかずかとずかずかと前に行くようになってもうめんどくさいもんね、そのなんか、はい、あの、ああ私みたいな。そう、なんかやっぱ後輩だから最初の方は後ろにいたんですけど、うんうん、こう見えないから前おいでよって言ってくださることがやっぱ必然的にそうなる。そうなんですよ、うん、いや後輩だから遠慮しますって最初は言ってたんですけど、はい、遠慮したらもう本当に見えなくて。そうなんだよね、本当に顔映ってなかった時があったんですよ困るんだよね現実的に見えなくなっちゃう。そうなんですよね、うん、前の人がしゃがんでも別に見えないから、うん、もう最近はずかずかと自分から前にそうだよね、それだとみんな困っちゃうもんね。そうですそうです大人の人とかもあれいない、はい、みたいな感じになっちゃうから、はい、よかったですちゃんと、ね、はい、前に行ってくれるようになって、まあ、そんだけで、ね、だいぶあのグループにも慣れたっていうことですかね。あ、それはありますね、うん、愛されてるってことですね。 ありがとうございますはい、という感じで以上まどかと楓の気まぐれトークのコーナーをお送りしました。
このコーナーではトークテーマをいつでも募集しています。何か思いついたらいつものメールアドレスまで送ってください。お待ちしています。HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから。送り先のメールアドレスは hkt48@fmfukuoka.jp hkt 数字の4と8@fmfukuoka.jp です。 HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから森安まどかと上島楓がお送りしています。続いてはこのコーナー、渡辺さんからの挑戦。イエーイ。いやー、出ちゃった。エマドのリスナー渡辺さんからいただいたクイズや謎々をもとに、私たち HKT48 のメンバーがその謎を徹底的に究明していくコーナーです。見た目はアイドル、頭脳は大人、その名目立て、マルカ！イエーイ！これね、結構在宅厳しいですよ。そんなこと言わないの。ないそんなこと言わない。聞いてる人はね、そう掛け合ってますからね。そうですね。はい、大丈夫です。はい、ということでですね、はい、今回は私の方からちょっと問題出していきたいと思いますんで、お願いします。ちょっと問題読んでいきますね。はい、渡辺さんネームホワイトベッセルさんからです。まどかさん、週替わりメンバーの楓ちゃん、こんばんは。こんばんは。だいぶ前になるのですが、テレビ番組で救急車の呼び方がわからない若者という話題をやっていました。私としてはなかなかの衝撃を受けたのですが、そこで今回は救急車を呼ぶときと同様に電話の3桁番号サービスを答えてくださいということで、意外と知っているようで知らない、7つ問題文をお渡ししていますが、そうですね、どうですか、見た感じわかりますか。半分ぐらいしかわかんないかもしれない。おっと、上島さんは。やばいですね、半分もわからないですね。おっと、来ましたね。じゃあどれくらい知っているのかちょっと一回聞いてみましょうかね。いやー、じゃあ行ってみますね。はい、第1問です。104、わかる気がする。わかんない。わかんない。じゃあわかる人から答えてください。お願いします。どうぞ。多分だけど、なんか電話番号を調べるやつ。正解です。やったー、やったー。電話番号調べるってどういうことですか。使ったことある、これ。電話番号案内ですね、これですよね。はい、最近使う人いるんですかね。はい、まあどうでしょうね。もしかしたら、まあ、だいぶ携帯の普及が進んでいますから、うん、まあ、使う頻度は少ないかもしれないですけど ね、 ですね。いやー、ちょっと頭に入れとかないと。じゃあ続いて第2問です。110、これは分かります。それはわかりますね。上島さんどうですか。聞いたことあります。聞いたことはある。はい、ちょっと、さあ、じゃあ上島さん答えてください。どうぞ。警察。え、正解です。やった。はい、事件事故の緊急通報が110です。じゃあ続いて第3問目です。117、これ全然わかんない。おや、全くわかんないけど。全くわからない。はい、どうぞ。上島さんどうぞ。いいなとも読めるから、うん、明るい場所なのかなって思いました。え、ちょっと例えば警察とかだと、うん、こう事故事件なのにいいなってなるとちょっと、うんうん、あれだから、明るい場所、なんか何かしら明るい明るい電話番号ということですか。おかしい、全然わかんないです。ヒントないですか。わかんない。ヒントですか。はい、ヒントはですね、まあ、今皆さんの見てるものにもついてはいますんで。え、見てるもの、画面、聞いて画面もそうですし、携帯、まあ、手に持ってる携帯とかもそうですし、多分必ずついてるものではありますね。あ、時計とか。正解です。合ってるの。時報です。時報か。あー、これは使ったことあった。じゃあ続いて第4問。118、これね、多分アニメで見た気がする。楓ちゃんは全くわからないです。全くわからない。ええ、全然違うかもしれない。どうでしょう。え、警察系ですか。まあ、それに近いですね。お、
海上保安庁とかじゃなくて。あーちょっと近いな。なんかねコナンで出てきた気がするんだよ。コナン残念まあ、近いんですけどね、うん、あの海上の事件事故の緊急通報。海です。海の上。ああ海上って海の上か。そう海の上の事件事故だから海難とか、そういった海難事故とかそういった時に使うのが118。なるほど。使ったことはないですね。近かったですけど。コナンでね絶対出てきた気がするんですよ。えすごい。そうなんかありましたっけね。そうじゃあ海の事件事故を取り扱うところなんですね。海上で起こった事件事故のことですね。じゃあ続いていってみましょうかね。第5問目です。119。これはちょっと待って自信がなさすぎます。え自信がない。いいですか、うん、どうぞ。え、あの火のやつ、消防車。あー、はいはい、え違うかな。違った。正解にしておきましょう。正解です。消防です。え、火事救助救急車。あ救急車かを呼ぶ時の番号が119ですね、うん、じゃあ続いて第6問目です。これ全然わかんない。わかんない。171。わかんないです。わかんない。ヒントください。ヒントですか、うん、ね、おそらくよく使われるとしたら、つい最近だと熊本とかで会った時に使ったりもしましたし。あ、なるほど、わかりました。わかりました。じゃ上島さんどうぞ。震災。うん、えちょっと違う。あらちょっと違う。めちゃめちゃ自信満々で言ったの。え、でも地震ってことですか。そうですね、地震。あーちょっと違うんですよね。天災。何、ですね、災害。答え言いますね。そう、うん、災害用伝言ダイヤルです。おーすごい。んそう、だから熊本と、そう熊本とかの時も多分この番号は結構出たと思いますので、うん、覚えている方もいると思いますが。へー、はい、じゃあ最後いきましょうかね。最後7問目です。はい、177。え全然わかんない。おや、上島さんはわかんないです。おっと、ヒントください。ヒントですか。はい、あの今いる場所からあの窓の外って見えます。窓の、あー、はい、え、うん、なんとなく察しました。え、なんかえどう、上島さんどうですか。え、なんか天気知りたいとき。そうです、天気予報です。え、便利な世の中。すごい、これ使う人いるのかな。まあ最近はほら携帯のアプリとかもそうですし、そうですよね、まあ、テレビの天気予報でも結構精度は上がってきてますからありますけど、まあその場の天気予報だけじゃなくて、まあ長期的な天気予報だと天気全般を教えてくれるような、うん、そういったところですね。すごい親切。そうで、ちなみになんですけど、はい、あの天気予報のこの177の前に市外局番を入れるとですね、その地方の天気予報が聞けるということだそうですよ。はい、じゃあ福岡だったら092177。すごい、入れると福岡の天気が分かる。福岡市、ちょっと今度やってみたい。地域のでいいですね。やってみたい。やってみます。便利だな。ぜひやってみてください。はい、7番目だけじゃなくてね、他にもすごい便利なのあったよね。はい、ねえ、なんか地方だったりとか、まあ、ぜひあの、まあ、アプリとかも便利ですけど、こういうのも使ってみるのもいいかもしれませんね、うん、ですね。はい、勉強になりました。ではホワイトベッセルさん、素敵な問題をありがとうございました。ありがとうございました。メロンちゃんにメロメロ、渡辺さんネーム OG リバーさんからです。みんな春だよ。シンプル。 HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから、森安まどかと上島楓がお送りしています。続いてはこちらのコーナー、 F まどグルメ研究所。イエーイ。このコーナーでは皆さんの日常の食卓にまつわる疑問やちょっとした工夫をはじめ、日本全国の食にまつわる風習などを HKT メンバーが聞いてへーっと言っていきます。ではということで、はい、はい、メッセージ私の方でちょっとここは代理で読ませていただきます。お願いします、はい、渡辺さんネーム横浜のマドラー水谷由紀夫さんからです。はい、まどかちゃん、かえでちゃん、こんばんわかめちゃん。こんばんわかめちゃん。
かえでちゃんやみくりんなど HKT48 はカルビー九州醤油大使に任命されたんですよね。はい、関東の濃い口醤油の塩分は 18% で、福岡の刺身醤油は 15%、 3% の差があるそうです。余談ですが、海水の塩分がおよそ 3% あるそうです。まあ、海水分違うってことですね。関東の人が福岡に来た時、いつものように少ししか醤油をつけないとあまり味を感じないし、福岡の人が東京に行った時ベタッと醤油をつけるとしょっぱいとなるそうです。楓ちゃんは愛知県出身で、はい、白醤油、たまり醤油が有名ですが、九州のお醤油はどうですか？そう、白醤油って何？ちょっと私もわかんない知らなかったちょっとなんか調べてみます？そうですね、ちょっと今ちょっとあの調べ始めました、森安さんが。うん、あし、え、白いのかな、色薄いですね。大豆ではなく小麦で作るってなってますよ。でもさ、このカルビーさんのさ、九州醤油味のさ、はい、お菓子いっぱいあるじゃないですか。そうですね、それこそあの 3-2 のミュージックビデオ撮影の時、あのたくさん差し入れしてくださって、はい、え、そうなんだ。そうなんですよ。でもみんながなんか寒くてキャッキャ言ってたんですけど、楽屋戻ったらそれがあるから、そうそうそう、嬉しくて普通にお菓子パーティーしてたそうそう、上島さんからしたら絶対その状況ってもう天国でしょあ、そうですね。ね、さっきの話とね、はい、繋がるじゃないですか。もうお菓子ばっかり食べ私あのー、確かになんかこうみんな寒くてやっぱりコートをもらってたじゃないですか。そうね、ベンチコート、はいはい、ポッケにいっぱい詰め込んでしまって、お菓子を、お菓子を、はい、外での撮影の時に外にもあってうんうんうん、なんか中にの楽屋にもあるけど、外のお菓子の方が結構盛りだくさんだったんで、うん、外のお菓子のをポッケにもいっぱい詰め込んでしまいました。すごい抜かりないね。はい、ちょっと外にもあったってこと知らんかったもん。そう、かえでちゃんが全部持って帰った。いや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 。そう、甘くて美味しいよね。いや本当に美味しいです。止まらなくなりますね。ね、本当にお菓子好きのかえでちゃんも。そうですね。はい。ぜひなんか全国の人に食べてもらってびっくりしてほしいですよね。本当に。ね、驚いてみてほしいです。ということでした。はい。というわけで、まあ、お腹も空いてきたところで、そろそろ曲の方をお届けしたいと思います。それでは今日最後の曲になります。聴いてください。今日も素敵なラジオをありがとう。Hey! FM まどか。イエーイ森安まどかと上島楓がお送りしている HKT48 難しいですねこれ。せーの、 HKT48 渡辺通り1丁目まどかのまどからあっという間にエンディングの時間でーすわね、あっという間だった、はい、今日はなんかちょっと違ったね形式でお送りしてきましたけれども、はい、まあ、まだまだねメッセージはたくさん届いているので、ありがとうございます。紹介、はい、マンゴーさんお願いします。はい、わかりました。じゃあメール読ませていただきます。はい、まず渡辺さんね、まあずあずさんからです。まどかちゃん、かえでちゃん、こんばんじまこ。こんばんじまこ。そしてかえでちゃん、早くも2回目の出演おめでとう。ありがとうございます。前回はるたんが F 窓に出演した時にかえでちゃんのお話を聞かせてくださいとお願いしたところ、お顔すごく可愛くて好き、真面目すぎるところが似ている、踊り方が昔の自分を見ているようでいろいろ教えてあげたくなるなどとお話ししてくれました逆にカエルちゃんから見たハルタンってどんな人ですか？会うたびいつもギューってしてもらうくらい大好きなハルタンについてたくさん語ってください。かっこわら。 PS、 いつかハルタンとダブルアップのダンス動画とか見てみたいなと。うーん、見てみたいということだそうです どんな存在ですか？まあ、存在としてはやっぱりなんだろう、憧れとか尊敬とかが大きいんですけど、はるたんさん一人で見るとなんかこんなに優しい人ってやっぱ見たことないなって思うくらい、本当に誰にでも優しかったり、公演に対する気持ちとかもすごいじゃないですか。やっぱりそういうのもすごい尊敬してるけど、変な人と思います変な人いや本当に変な人です。なんか日本語を喋ってない普段、なんかめっちゃ辛口で受ける、ハルタンさん語っていうのがあって
てちょっと日本語じゃない言葉を喋り出したりとか、こう 耳元で急に叫んできたりとか。いや怖いよ。え、結構なんかこう、なんだろう、仲良くなった証拠だと思うんですけど、変な人だなと思います。耳元で急に叫ばれちゃったら変だよね。そうですよ、なかなか怖いですね。びっくりさせられるってこと。はい、あ、めちゃお腹乗ったバみたいなこと。はい、あ、なるほどね。なんかもう仲良しだ。なんか鼓膜が破れるじゃないかと思う時ありますか。私、はい、ハルタンと喋ってて、いや普段生活しててあんまりないかな。なんか私もなかったんですけど、うん、ハルタンさんと出会ってからはやっぱ数ヶ月に一回そういうタイミングがありまして。そんなに本当になんか危険だよ、うん、急に叫んでくるんですよ。それがちょっと、うん、ちょっと悩みです。ちょっかいかけたくなるんだね。可愛がられてるんだね。いや本当に、はい、ありがたいですね。でも一押しなんだよ多分。はい、仲良くなれたということではあると思いますね。この間さ、初めてさ、私プライベートでさ、ハルタンと遊んだよ。すごい。どんなことするんですか。シナモンとさ、ハルタンとさ、一緒にカードゲームのやつ。そう、カードゲームしたんですよ。そう、有言実行したんです。したの？ポーカー行ったの？そうなんですよ。そう、ラジオでこの絵元でね、そうです、話しててポーカーとかいろいろ普通にカードゲームして、そう、有言実行しました。あ、じゃああれですか、下野さんが森谷さん得意だって言ってたあの例のポーカーどうでした、はい、実際やってみて。普通に私が勝ちました。勝った。勝ちました。すごいな。え、でも本当に性格現れるなと思って、はるた全然あの引かないんですよ。あ、降りない。そう、全然降りない、全然降りないし。本当に面白かった。絶対ドツボにはまる人のパターンですよ。そう、シナモンはもう絶対勝つ勝負しかかけなくて。あ、慎重派ですね。そうです、全然性格が違うから面白かったですねっていう。下野さんがこの前出たその2人でやってるとどうしても勝負が成立しないような感じっていうのが今の話で伝わりましたよ。いや本当勝負がね成立しない、本当にゲームが面白いです。でもそれが怖いな、それはそれで。そうだから、いつかねまた落ち着いたらやろうって言ってるので。そうですね、楓ちゃんはまだ早いかな。いや本当に苦手ですね。ゲームは。嘘、一緒にやろうよ。ねえ、普通にポーカーじゃなくてもね。あ、はい、あのゲーム何かね、まあ、できてない、ね、駆け引きとかだったらね、七並べとかあの辺とかもね、結構駆け引きが結構強いですから、うん、確かに。いつまで経っても七の横出さないとかいう人もいますしね、うん、いるいる、性格現れますから。でも真面目すぎるからさ、引かないじゃないですか、あんまり。あ、いや、頭が悪くて何も考えずにやっちゃうんですよね。そういうカードゲームを。そうなんだ。はい、でもハルタもさ、シナモンも仲良しだもんね。はい、ね、ぜひぜひいつか一緒にやりましょう。はい、では続いてメッセージ来てますか。はい、最後のメールです。渡辺さんネームゆずパパさんからです。はい、まどかちゃん、かえてちゃん、こんばんは。ワインコーヒー。ワインコーヒー。かえてちゃん、 F1 の2回目の出演おめでとうございます。ありがとうございます。前回出演した際に、次にゲストとして来るまでに漢字の名前がついたカフェに行けるようになるという宿題をまどかちゃんからもらっていましたが、行けるようになりましたか。なぜ漢字の名前がついたカフェに行けなかったのか、改めて説明していただけませんかと来ております。なんでなんで、あれでなかったですね、大人っぽすぎて行けないって言ってませんでした。そうですね。まずは、まあ、結果的に言うと行けてなくて、あ、まあ、機会がなかったっていう言い訳行くタイミングが、はい、ありまして、うん、英語のカフェは増やしました、行くところを。スタバは行けるんでしょ。はい、でタリーズ、ね、あとタリーズ行けるよね。はあんま行ったことなかったけど行くようにしました、うん、お、そうなんだ、はい、タリーズいいよね、はいはい、あとなんかこうシアトルコーヒーとか、シアトルズベスト、ちょっとサンマルクとか、あ、そうそうそう、サンマルクカタカナだよ。あ、そう、ドトール、ドトール、あ、ドトールも、うん、あの最近タピオカが出たので、うん、それを機に行くようにして。おー、いい調子じゃないですか。あのちょっと漢字は勝手な偏見でちょっとお高めのイメージがあったりとか、大人が行くようなイメージで
まあ、なんかじゃあ、間を取ってあの米田コーヒーとか行ってみるのはいいんじゃないですか。カタカナと漢字みたいな。 ありコーヒーが漢字なんで上島コーヒーは上島コーヒー、一緒じゃん。そうなんですよね、うん、こう、まあ、行こうかなと思ったんですけど、うん、上島と上島でちょっと漢字まだ抵抗があるんですか。はい、でも高校卒業したんで、うん、そろそろ行かないとなと思い始めてきましたね。え、そうだね、それもさ、はい、さっきの話に通じるけどチャレンジしたいよね。そうですね、うん、本当に克服しよう。でもなんかカフェとか行ったらやっぱり写真撮ってそれをこう上げるじゃないですか、うんうんうん、でもやっぱインスタグラムとかをまだ始めてなくて、うんうんうん、だからやっぱこう載せるところがないから、まあちょっとバレないバレないっていう言ってないのか。はい、まあ、無理しない程度にね楽しんでくださいこれからも。はい、カフェを、はい、という感じで、いろいろメッセージ読んでお送りしてきましたけれども、はい、もうすぐお別れの時間になります。わあ、悲しいなんかさ、本当に今日はリモートでお届けしてるので、はい、そうですね、普通に自宅からなので、もうすぐ終わりですとか言うと普通に電話切る時みたいな感じになっちゃう。そうですよねそういう気分になっちゃうんですけど、今日はこういうイレギュラーな形でしたけど、どうでしたか？楽しかった？めっちゃ楽しかったです。なんかこうショールームしてる感覚とちょっと似てるっていうか、動画の配信サービス。そうです、ね、多分僕から見てるとあの、うん、お二人の様子っていうのは多分ショールームにすごく近い形、あのコメントがないだけ、星投げがないだけのショールームみたいな感じですよ、うんうんうん、そんな感じ、はい、多分逆に皆さんから僕たちを見たらいつものスタジオ風景みたいな感じですよね、はい、そうですね、なんかすごい不思議な感じ、不思議な感じですけど、はい、でも、まあ、ちょっとしばらくこういう感じで続きますんで。そうなんですよ、すごい、まあ、慣れていきながら、はい、よろしくお願いいたします。続いていきたいと思います。またすぐね来てね。はい、その頃には克服してるかな、ちゃんとどうかな楽しみにしていたいと思います。はい、ありがとうございます。という感じで、ふまどでは皆さんからのメッセージどしどし募集しています。各コーナー宛にもぜひメッセージ送ってください。メールアドレスは hkt48.fm アットマーク間違えた、アットマークです新しいごめんなさい、はい、メールアドレスは hkt48@fmfukuoka.jp hkt 数字の4と8 @fmfukuoka.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしてます。お待ちしてます。HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから、お相手は森安まどかと週替わりメンバーの上島楓でした。バイバイ、せーの、戸締まり、戸締まりしっかりねー。